はい、エビちゃん皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということでね、アイコン SBC が来ましたので、全選手、総勢49名かな、の評価をしていきたいと思います。で、まあ値段だけ見たらね、もうそれでもう当たりか外れかって分かっちゃうとは思うんだけど、実際値段が安くても全然使えるなって選手もいるし、値段が高くてもちょっと今作に合ってないなっていう選手結構いたので、まあその、外れ、うわこの選手外れたなーって思った人でも、まあ自分の評価参考にしていただければ、実は強いっていう説ありますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、総勢49名なんで、さすがに細かく評価しちゃうと、もう動画時間とんでもないことになっちゃうんで、もう本当に1選手1選手、まあ強い選手に関してはちょっと話すかもしれないけど、まあ弱い選手に関しては、まあ本当に軽く触れる程度で喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、レートが低い選手から話していきたいと思います。で、ザンブロッターはですね、75万の価値はあると思います。まあ4号ですし、まあウィングバックプラスプラスってのがでかいね。これがね、他の選手になかなかないから、これがでかい。で、ペースも最低限あるし、守備もめちゃくちゃいつも強いから、まあこれはさすがに当たりだね。気をつけていけないのは、やっぱパスとドリブルがちょっと下手なんで、そこだけ気をつけてあげた方がいいと思います。強化版メンディみたいな感じかな、右サイドバックの。多分そんな感じのイメージで使えるかなとは思います。まあ普通に当たりの部類だと思います。はい、続いてガッツーゾになります。個人的に一番外れだと思ってます。まあ理由としては、まあ今作パスが非常に重要なのに、パスが下手で、でドリブルがセンターバック並みに重いっていうところで、で、プレイスタイルもね、パス系の何も持ってないんで、取った後が地獄すぎるっていう感じですね。まあ、守備力に関してはめちゃくちゃ強いんですけど、もうそれだけじゃさすがに今作はきついと思うので、これが、まあ、全選手見た中でも、ちょっと一番萎えるなーって思いました。ちょっと弱いと思います。続いてキャンベルですね。まあ値段の価値は普通にあると思います。当たりだと思います。まあロールもね、ディフェンダープラスプラスっていうのもいいですし、能力もペースしっかりやってね、守備めちゃくちゃ強くてフィジカルも強いし、キャンベルめちゃくちゃでかいんで、体自体も。まあそこもいいかなとは思います。ただ難点としてましては、まあ予測とジョッキーがないので、かなり動かしづらいっていう部分はあると思うので、そこは気をつけてあげないといけないですね。ブレーメルみたいな感じだと思うんで、そこは本当に気をつけなきゃいけないと思います。まあまあでもさすがに値段の価値ぐらいの強さはあるかなとは思います。相手にいたら結構うぜえなって思うタイプだと思います。続きましてベロンですね。まあ11万以上の価値っていうかまあ普通に使い道はあると思いますこの選手。まあ理由としてはまずこのスルーパスプラスですね。個人的にこれめちゃくちゃ評価してて、まあ今金のデブライネ使ってるんですけど超強いんで、まあこれがある時点で全然使えますっていうことだけは言っておきます。能力としてはね、さすがにちょっとドリブル重かったり守備数値なかったりはするんですけど、さすがにスルーパスプラスあるだけで強さはあるかなとは思います。まあトップ下かまあ 3CM の一角で使ってあげれば、まあ、全然使い道はあるかなっていうような印象はあります。続いてラーションですね。まあさすがに外れかなとは思います。まあロールはねアドバンスフォワードプラスプラスっていうところでねかなり強いんですけど、まあちょっとさすがにドリブル値が低すぎるのとパワーがなさすぎるっていうのは気になりますね。でパスも下手だしプレイスタイルもね、まあクイックステップのみっていうところでそこまで足の速さもないでしょうし、まあこの選手にとりあえずスルーパス出すだけみたいな使い道はまああるけど、まあさすがに外れかなと思います。続いてエルナンデスですね。まあ25万なんですけど、まあそれぐらいの強さだろうなって感じです。まあスキルが4っていうのもいいですし、ロールもね、ポーチャープラスプラスなんで、これは動きかなりいいと思います。で、ペースもしっかりあるし、シュート上手くて、ドリブルもまだ最低限できるんで、気になるのはパス下手なんで、そこだけ気をつけてあげればいいんじゃないかなとは思います。プレイスタイルもね、トラッパープラスあったり、ラピッドあったりするんで、まあそんなに弱さはないと思います。全然当たったら使ってみてもいいレベルの選手かなとは思っております。続きまして、エッシェンですね。まあ85万するんですけど、その価値はないかなとは思ってます。まあ理由としては、まあパスがめちゃくちゃ下手。ビジョン72が気になるのと、ドリブルも重いんで、そこがちょっと気になっちゃうかな。プレイスタイルスルーパスあったりそこはいいんだけど、ちょっとこれだけなのがね、ちょっと厳しいかな。ティキタカとかあったら強かったと思うんだけど、スルーパスだけっていうのがちょっと気になっちゃうかな。ただまあ守備戦としてはめちゃくちゃ強いと思う。ジョッキープラスあるし、予測もあるし、で、容赦の話もあるんで、一生ボランチでね、走り続けてくれると思うんで、で、守備値も申し分ないんで、まあ普通に守備戦と考えたら、まあ普通に強い。ただ、85万ってなるとちょっと違うかなって感じかな。まあ50万ぐらいの価値かな。まあ、全然強いとは思います。続いてアシュリー・コールですね。まあ、この選手も普通に強いとは思うんですけど、テオと比べたらどうなんだってなると、テオの方が普通に強いかなって印象です。まあ、普通に当たりだけどね。まあ、気になる点は逆足が2っていうところ。
かな。そこがすごい気になる。で、パスがちょっと下手なんで、そこ最新の注意しないといけない。ただまあ、ロールがね、この選手、サイドバックプラス、サイドバックプラスプラスなんで、ここはめちゃくちゃいいね。だからまあ、普通にいつもアシェリーコールはね、守備強いし、まあ、気になる点は逆足だけ気にしてあげればいいんじゃないかなとは思います。プレースタイルもね、ジョッキープラスでめっちゃ動かしやすいだろうし、で、地味にテクニカルあったりするんで、ドリブルも運べたりするので、まあ、全然、外れではないです。全然当たりの部類にはなるとは思います。ただ、何度も言うように、テオの方が強いと思います。続いて、クレスポですね。まあ、これは外れかな。まあ、4-4っていうのはいいんだけ、いいし、まあ、ポーチャープラスプラスっていうのはいいんだけど、さすがにちょっと、ドリブルとか、全体的な能力が足りないかな。で、パスも下手だし。で、プレイスタイルもね、クイックステップとかラピッドがないので、ちょっと遅いと思いますね。で、パワーヘもそんなに使う場面ないし、そもそものペースがそこまでないんで、普通に抜け出しても追いつかれちゃうだろうし、まあ、外れにはなっちゃうかな。使い道はあるけど、さすがに外れだと思います。続いてロイキン TV ですね。まあ、この選手も外れかな。さすがに。うん。普通になんかガットゥーゾよりも強いって感じですね。プレイスタイルに強パスプラスがあるんで、ここはま、評価できる点かなとは思いますけど、まあ、さすがにドリブル重いし、うん。ペースも遅いんで、ガットゥーゾよりは使い道あるけど、うん。本当に厳しいかなって感じですね。まあ、でも、結構守備戦で強パスプラスがあるから、最低限の強さはあるかなって感じはしてます。続いてイアン・ライトですね。この選手、まあ普通にね、強いと思います。12万なんですけど、結構いいポイントがあって、まずロールが、ポーチャープラスプラスっていうところと、まあペースがしっかりあるし、シュートも上手いし、ドリブルとか重いんだけど、まあプレスタイルがね、クイックステップとね、ラピッドがあるんで、で、ループショットプラスもあるんで、もうとりあえずこの選手抜け出して、ループシュート打つみたいな。使い方ができるんで、まず、クイックステップとラピッドがあって、足が速くて、その時点でもう普通に強いと思います。まあ、強いっていうか、値段以上というか、結構使ったら強いんじゃないかなって感じです。値段通りの強さだとは思うんだけど、まあ、全然普通に、使ってみてもいいと思う。全然やれるとは思いますね。続いて、イアン・ラッシュですね。まあ、この選手もガッツーゾと同じぐらいちょっときついかなとは思います。まあ、ポーチャープラスプラスっていうのはいいんだけど、まあ、そもそも足が遅いんで抜け出しても多分追いつかれるだろうし、ちょっとドリブルも重いし、パスも下手だし。で、プレイスタイルもね、クイックステップとか、ラピッドとかがあるわけでもないんで、さすがに、外れだと思います。続いて、ジョン・バーンズですね。個人的にこれ、大当たりだと思います。まあ、4-4ですし、ロールもね、まあ、ウィンガープラスプラスとか、ウィングで使う分だったらって感じにはなるんですけど、まあ、でかいのが、まず、足が速い。で、ドリブルも軽い。で、体も強い。で、スルーパスがある。もう、で、テクニカルプラスっていうところで、で、クイックステップもあるしね。まあ、普通に当たり。うん。大当たりに値するんじゃないかな。普通に使ってみたら、めっちゃ強いと思います。今の環境で、バーンズは。なので、もう当たったら、結構大喜びしていいレベルだと思います。まあ、価値はね、まあ、この45万ぐらいなんですけど、これ以上の価値はあるかな。さすがに普通に強いと思います。おすすめというか、当たったら喜びましょう。続いて、クライファートですね。まあ、この選手もさすがに外れかな。ロールも、アドバンスフォワードプラスプラスはいいんだけど、まあ、足遅いし、パスも下手だし。てか、リアルのクライファート考えたらもっとパス上手くてもいいんだけどね。で、ドリブルもちょっとさすがに重いし。で、プレイスタイルもちょっときつい。うん。パワヘ、シールド、トラッパーは、うん。今作には合ってないかな。トラッパーとかシールドは嬉しいんだけど、クイックステップとラピッドがないんで、うん、きついかな。外れだと思います。続いてシュケルですね。まあ、12万なんですけど、これも外れかな。うん、4-4っていうのはいいし、左利きもいいんだけど、で、アドバンスフォワードプラスプラスなのはいいんだけど、まあ、ちょっとペースが足りないし、ドリブルの軽さとかはあるんだけど、ちょっとペースが足りないかな。まあ、大外れではない。ちょっと外れかなって感じですね。まあ、シュート上手いのはいいっすね。で、トリベラープラスってなかなかいないし、トリベラーめっちゃ入るんじゃないかな。これは結構期待できるかな。で、テクニカルもあるんで、ドリブルもテクニカルは早いでしょうし。まあ、大外れではない。多分普通に使えるとは思う。ただ、まあ、外れにはなっちゃうかなって感じですね。続いて、ライカールトですね。まあ、57万なんですけど、まあ、この選手はセンターバックで使えば普通にやれると思いますね。まあ、ロールセンターバックだとボールプレイングディフェンダーなんで、ちょっとここが気になるところだけど、まあ、ペースも最低限あるし、で、パスも上手いし、守備力申し分ない、フィジカル申し分ない。で、プレイスタイルはね、インターセプトプラスと予測ついてるんで、まあ、スルーパスはちょっとセンターバックとしてはいらないんだけど、まあ、センターバックで使うのが間違いなくいいっすね。ボランチで使うと足おっせーってなると思うんで、存在感はね、出るとは思うんだけど、
千場で使うのが個人的にはおすすめだと思います。千場だったら50万っていうか60万ぐらいの価値あるなって感じです。ボランチだと、まあまあ、30万、40万ぐらいかなって感じの印象です。続いてビリッチですね。まあ50万、さすがにこれは当たりだと思います。まあ、ロールストッパープラスプラスしかついてないんで、これどうかなって感じです。これがめっちゃ気になるね。これだけがちょっと気になる。うん。まあ、ペースしっかりあるし、元々の数値めちゃくちゃ守備数値高いし、で、フィジカルも高いし、まあ、プレイスタイルがね、ちょっと、予測なかったり、インターセプトないっていうのは気になるんだけど、元々のね、守備数値がこれだけ高ければ、全然やれると思いますね。当たりの部類だと思います。トッパープラスプラスだね。ここだけが本当に気になるって感じです。続いて、トーレスですね。まあ、この選手は大当たりの部類に入れていいんじゃないかなとは思います。まあ、ポーチャープラスプラスですし、で、足も速いし、まあ、ドリブルとか重いけど、もう抜け出して、もうフィネス打つみたいな感じですね。まあ、まずフィネスが今年めちゃくちゃ壊れてるんで、いつも通り。まあ、これがある時点で強いし、で、クイックステップとラピッドがあるんで、めちゃくちゃ抜け出したら速いと思いますし、うん。これはもう大当たりの部類と言っていいんじゃないでしょうか。あんまり欠点がないね。ドリブルがちょっと重いぐらいで。まあそんなドリブルさせないと思うから、とりあえず抜け出させて、どんどんフィネス打つみたいな使い方をすればいいんじゃないかなとは思います。大当たりです。はい、ということで次はシャビアロンソですね。これは正直値段の価値はないかなと思います。自分大好きな選手なんですけど、ちょっと能力が足りないかな。ペース遅いし、うん、ドリブルも重いし、まあ、多分ロブタツプラスっていうところで評価されてるとは思うんだけど、ちょっと厳しいね。使いようはあるんだけど、全体的な、パス以外の能力が足りてなさすぎる。から、さすがに厳しいんじゃないかなとは思います。ちょっとシャビアロンソはもうちょっと強化されて今後来てください。お願いします。イエさん。続いてランパードですね。まあ、値段通りの強さって感じだと思います。まあ、理由としては、まずボックス2ボックスプラスプラスっていうのがなかなかいないですし、まあ、本当に理由としてはこれだね。パワーショットプラスが中盤は強すぎる。バルベルで使ってて思うんですけど、本当に強い。で、さらにね、この選手は強パス、スルーパス、ティキタカとあるんで、まあ、普通にやれると思います。やれるっていうか、普通に強い。うん。気になる点があんまりないね。ちょっと守備数値が足りないんで、2ボラとしてはどうかなって感じだけど、まあ、3CM とか、まあ、トップ下とかで置いてあげれば、全然強いと思います。パワーショットはね、シュート値これだけ高いんで、めっちゃ入ると思います。普通に当たりです。続いてマケレレですね。まあ、この選手もさすがに高すぎるなって感じです。まあ、理由としてはマジでエッシェンと一緒なのと、ちょっと逆足3っていうのもちょっと気になっちゃうね。まあ本当にドリブル値も70で、結構マケレレって去年もそうでしたけど、ちょっと重さあるんで、ここもちょっと気になるし、まあ本当カンテみたいな感じで、守備の強さはめちゃくちゃあるんだけど、ちょっとプレイスタイルがね、パス系がないのがどうしても気になる。あとは中盤でブロックプラスってそこまで使わないから、うん、これがちょっと気になっちゃうかな。うん、マケレレ80万はさすがにないね。まあ実際アイコン特有の強さみたいなので、めちゃくちゃ守備強いみたいなのはあるとは思うんですけど、ちょっと今作の仕様に合ってないね。うん。背もちっちゃいんで、ちょっとそれも気になっちゃうかな。個人的には当たっても、なんか一回使ってみて、あれ?ってなりそうな感じはしてます。続いてプティですね。まあ、これもさすがにこの価値はないかなとは思いますね。まあ、逆足3っていうの気になるし、ドリブルもちょっとかなり重そうだし、まあ、普通にマケレルと比べるとね、身長が185センチあるので、ここはでかいね。やっぱ身長でかい中盤って強いから。で、守備数値も足りてるし、まあ守備はめっちゃ強いと思う。ただ気になるのはやっぱパス数値とかだったり、まあスルーパスしかないんで、ここは気になるかな。ただまあ、インターセプトあるし予測があるんでね、身長でかくて。ここはまあ全然評価できるかなと思います。マケレルよりは全然強いんじゃないかなとは思っております。まあ値段の価値は、まあ、あるか。これぐらいの価値かな。うん。まあでも強さ、まあ、守備はめっちゃ強いけど、これもなんか重さとパスの下手さでムムッとはなりそう。うん。続いてピレスですね。まあこれは当たりだと思いますね。値段はちょっと安いんですけど、全然当たったら喜んでいいと思います。まず44ですし、まあまずフィネスプラスっていうところがでかいし、でサイドハーフでね、スルーパスついてる選手って少ないんで、ここもでかいし、でテクドリもあるし、クイックステップもあるんで、全然やれると思いますね。まあ、気になる点が、フィジカルがちょっとないんで、相手に体当てられた時がどうかっていうところと、まあ、シンプルにロングショット値とかがちょっと足りないんで、ショットパワーとかが、そもそもフィネスどんぐらい入るんだっていうところはあるんですけど、ただ全然ね、プレイスタイル的にはやっぱフィネスプラスってやっぱり壊れてるし、うん、普通にやれるとは思いますね。当たったら全然この選手は
喜んでいいんじゃないかなとは思います。使えると思います。続いてゾラになりますね。まあ、100万するんですけど、まあ、ここまでの評価はないかなって感じですね。まあ、理由としましては、まあ、ST で置くんだったらちょっとペースが足りないで、クイックステップとかもないんで、ちょっとそこがちょっと気になっちゃうかなっていうところですね。で、キャムで置くとしても、このスルーパスとかその辺がないんで、ちょっとパスさばけないっていうところがちょっとさすがに気になっちゃうかなとは思います。数値としても、まあ、全然やれるんだけど、シュートめっちゃうまいし、パスもうまいし、ドリブルも多分キュンキュンだろうから。ただちょっとスタミナの低さだったり、このパワーが59っていうところが気になるんで、まあキャムで使うのがいいかな。ST とかだと体当てられるとすぐ倒れちゃうと思うんで。まあキャムで使うのがいいとは思うんですけど、まあ100万の価値はないかな。まあもちろん強いんだけど、当たりではあるんだけど、ちょっとそういうところが気になっちゃうんじゃないかなとは思っております。ってことで次、ファンペルシーですね。まあ、これ結構評価がむずいっすね。まあ、アドバンスフォワードプラスプラスっていうのはいいんですけど、ちょっとペースがちょっと足りない。あとは、シュートはめっちゃうまいし、ドリブルも、まあ、ドリブルがちょっと重いので、ファンペルシーって。そこはちょっと気になるかな。まあ、プレイスタイル結構優秀で、パワーショット、チップショット、フィネス、トラッパープラス、これ強いね。で、フレアとテクニカルあるんで、まあ、使い道は全然あるし、普通に強いとは思うけど、ちょっとペースの遅さがちょっと気になるかなって感じではありますね。はい、次、クローゼですね。まあ、これは値段の価値というか値段以上の価値あると思います。まあ、3、4っていうところは気になるんですけど、まあ、ポーチャープラスプラスですし、まあ、足もしっかり速いし、シュート上手くて、何よりま、この選手の特徴はね、このエアリアルプラスですね。まあ、前線の選手でエアリアルプラスって全然いないんで、まあ、これはクロスとかするんだったら一つのオプションになるし、で、パワーヘもあるんでちゃんとヘディングも入るしね。で、クイックステップと容赦なしもあるんで、スタミナ持つし、一生走り続けられるんで、で、実際世界大会とかでもクローゼ使ってる人いるんで、まあ、それ考えたらさすがにこれを、まあ、大当たりって言っていいと思います。普通に大当たり。うん。全然使い道があるし、強いと思いますね。ちょっと一回使ってみたいんですよね。J が使ってたから、J はそんなになんかあれって感じではあったんですけど、まあ、全然強いと思います。はい。大当たりだと思います。続いて、ブランですね。はい。これはもう大当たりです。もう喜んでいいと思います。まあ、ディフェンダープラスもありますし、まあ、ボールプリングディフェンダープラスプラスなんですけど、まあ、ディフェンダープラスあるし、まあ、ペースもしっかりあるし、守備力めっちゃ高いし、フィジカルもあるし、何よりね、プレスタイル予測プラスあるんで、もうこの時点で強い。で、ジョッキーもあるからね、サリバーよりも強いんじゃないかな。まあ、サリバーの上位互換みたいな感じで使えると思います。フランスだし、めっちゃケミも合わせやすいし、もう大当たりと言っていいでしょう。めちゃくちゃブランはね、今年も、まあ、去年この時期に SBC 来てたと思うんですけど、まあ、かなりやれると思います。今作多分去年以上に強いと思いますね。めっちゃ強いと思います。続いてビエラーですね。まあもうこれはね、ちょっと逆張りしたいところではあるんですけど、逆足3だし、パスもないしって言いたいんですけど、もう大当たりです。もう大喜びでいいと思います。普通にまあ、インターセプトとかブロック、ブルーザーあるし、うん、普通に容赦なしもあるし、逆張りすぎる、これを弱いっていうのは、インターセプト90にあるし、タックルも90にあるし、フィジカル申し分ないし、はい、もうめちゃくちゃ、強いです。ちょっと今作の使用感わかんないんですけど、まあ、アンカーとかで置かれたらめちゃくちゃだるそうだね。CDM 置けないのがちょっと気になるけど、3CM のアンカーとかの2ボラでもうざいだろうね。まあ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 、めちゃくちゃ強いです。大当たりです。続いて、ラウドルップですね。この選手ね、なんか外れって言われてるけど、普通にやれると思いますね。まあ4-4ですし、まあ、ロールもプレメーカープラスプラスですし、まあ、ペース遅いんだけど、普通にパスめっちゃうまいし、ドリブルもできるし、うん、プレイスタイルもスルーパスあるし、今年強いトリッカープラスもあるし、で、フレアとトラッパーもあるし、なんか結構、いつもラウドロップだと外れみたいな印象あるんですけど、今作の仕様だったら、めちゃくちゃやれると思いますね。普通にトップ下起用で、全然活躍してくれそうな感じはありますね。それぐらいやっぱ今年はパスとドリブル値が高ければ強いので、普通にこれは、まあ、もちろん値段的には外れなんですけど、全然使っていいと思います。強いと思います。続いてクーマンですね。まあ、この選手は、まあまあまあって感じですね。強くもなく弱くもなくって感じです。まあ、気になる点としては、まあ、ペースちょっと遅いのと、プレイスタイルがね、予測とジョッキーがないので、で、身長も181しかないので、存在感がそんな出せないんじゃないかなとは思います。守備数値はね、十分足りてはいるし、パスも上手いっていうところはこの選手の特徴なんですけど、まあ、ちょっとさすがにね、足の遅さとかが気になってくるんで、まあ、セッタープラスっていうのはね、なかなかない特権なんで、まあ、普通にコーナーキックとかでどんどん点を取りたいっていう人だったら、めちゃくちゃ当たりだとは思うんですけど、
まあ、普通の守備力とか考えたら、まあまあまあ値段通りだなっていうような印象です。続いてハジですね。まあこの選手普通に強いと思います。まあ4-4でロールもプレイメーカープラスプラスだし、ペースちょっと遅いんですけど、まあシュート値高いですし、パス上手いし、ドリブルも軽いしというか、ドリブル値も高いし、何よりね、プレイスタイルがパワーショットプラスなんで、この時点でめちゃくちゃ強い。キャムで置かれたらめちゃくちゃめんどくさいと思うし、で、スルーパスも持ってるし、テクニカルもあるし、うん、動かしやすいと思いますし。てか、ハジ強いね。パワーショットもなってたんだね。あんまり知らなかったわ。今見て初めて知ったんですけど、まあ、全然やれますね。まあ、気になるのはパワー60っていうところと、スタミナがちょっと足りないんで、そこが気になるけど、まあ、全然やれますね。普通に当たりだと思います。続いて、イエローですね。まあ、この選手も、まずまずって感じですかね。クーマンよりは強いんじゃないかな。まあ、理由としては、まあ、ペースはめちゃくちゃ遅いんだけど、まあ、そもそもの守備数値が高いんで、低い、ライン下げる戦い方だったら全然やれると思います。まあ、ジョッキーとね、予測はないんですけど、まあ、ビリッチと同じように、元々の守備数値でなんとかなる部分の範囲かなとは思います。あとは、まあ、ブルーザープラス強いんで、ここはでかいかなとは思います。ただまあ、ちょっとパワーがね、87しかないんで、ブルーザープラスがどれだけ生きるかっていうところは気になる点ではありますけど、まあ、全然やれないことはないかな。ペースがちょっと遅いのがめっちゃ気になるんで、まあハイラインとかだとさすがに活躍はしづらいかなとは思います。続いてリベリーですね。はい、大当たりです。もうめちゃくちゃ喜びましょう。まあ5-5だし、まあロールも、インサイドフォワードプラスついてる LM って少ないんで、これでかいですし、まあペースしっかりして、もうネイマールみたいな能力してるし、何よりこのスルーパスプラスだね。これがあるのめっちゃでかいサイドハーフで、ほんとこれがね、欲しすぎてたまんないから、これがあるのがでかいし、でテクニカルプラスなんでめっちゃ細かいだろうし、でクイックステップもついてるから早いしね。まあ、これはさすがに大当たりだと思います。フィネスがないんだ。ちょっとシュートがフィネスないんで気になるところではありますけど、まあ今年のネイマの上位互換みたいな感じで使えるんじゃないかな。ドリブルもしやすそうですし、うん、普通に当たりだと思います。まあ気になるのはスタミナだね。と、スタミナの部分が気になるんで、ここだけ気をつけてあげればいいんじゃないかなとは思います。大当たりです。続いて、シュバインシュターガヤですね。まあ、これも普通にやれると思いますね。まあ、ちょっと逆足さんっていうところが気になるところではあるんですけど、まあ、本当に守備数値しっかりしてますし、うん、普通にパスも上手いし、で、シュートも打てるっていうところで、ここはでかいね。で、プレイスタイルもね、ロブタツプラスついてるんで、なんかアロンソの上位互換みたいな感じですかね、能力的には。で、インターセットついてたり、容赦なしもあるんで、で、シールドもあるしね。うん、なんかアロンソの上位互換っていう感じで使えると思うし、なんかシュバインシュターガヤって結構体もでかいから、そこも結構シャビアロンスと比べてもいいところなんじゃないかなとは思います。まあ普通に値段の通りの価値はあるかなと思います。うん、シャビアロンスの上位互換っていうようなイメージをしていただければいいんじゃないかなとは思います。続いてはルーニーですね。まあ、これも大当たりでいいと思います。めっちゃ強いと思います。まずアドバンスフォワードプラスプラスですし、まあ、スキル3っていうのは気になりますけど、まあ、そういう使い方しないと思うんで、もうこの選手は何よりもペースとあと体がしっかりしてるんで、もう抜け出させてパワーショットを打つっていう役割をさせれば全然やれると思いますね。普通にパワーショットが強すぎる、さすがに。で、何よりロブタツがね、ある ST って今少ないから、ここも他の選手と比べたら差別点としては大きいし、で、容赦なしもあるんで。なんかまあイメージとしてはあれだね、なんかチープハムみたいな感じで使えると思います。まあハム今年めちゃくちゃ強いんですけど、まあ、本当にちょっとチープなハムみたいな感じで使えると思うんで、で、体も強いんでね、抜け出してもうひたすらパワーショット打つみたいな。で、シュート値もめっちゃ高いんでめっちゃ入ると思います。まあこれは、さすがに当たりと言わざるを得ないです。ドリブルがちょっと重そうだから、そこだけ気にした方がいいと思います。とりあえず抜け出させて、パワーショット。この使い方がいいと思います。はい、続いて、ファンデルサール。はい、もうこれはもう大当たりです。もう、まあ、個人的にはもうナンバーワンキーパーっすね。もう、クルトワと並んで、もうナンバーワンキーパーなんで、これはもう当たったら、大喜びでいいと思います。まあ、プレスタイルが何よりでかくて、まあ、1対1の、プラスがあるんで、これがめっちゃ強いし。で、クルトワと違うところは、ディフレクターがあるんで、弾いた時にね、変なとこに弾かないっていうのはめっちゃでかい。ただちょっとクロス対応がないんで、クルトワよりもコーナーキックとかクロスに対しての対応が弱いっていう感じなんですけど、まあ今ずっともうこの選手使ってますけど、もう申し分ないというか文句全くないんで、うん、一番強いんじゃないかな。うん、クルトワと同じレベルなんで。まあしかもケミ余裕だし、オランダだし、最高だね。もう大当たりです。大喜びしていいと思います。続いて、チェフですね。この選手はあんま強くないっていう噂を聞くのと、相手にいても全然怖くないんで、うん、強くないと思います。50万はするけど、
まあ、アイコンキーパーだからっていう値段なだけな気がします。まあ、当たっても使ってみたら弱えってなる可能性はあると思います。プレイスタイルもね、この、ディフレクタープラスのみ、あと、ロングスローのみなんで、やっぱりラッシュアウトが今年ないと、キーパーちょっと、ほんと弱いから、結構飛び出しさせるのが強いからね。うん。いつもの FC だったらね、当たりなんですけど、今年はちょっと弱いんで、うん、外れになっちゃうんじゃないかなとは思っております。はい、続いて、リケルメですね。まあちょっと最近自分も当てて使ってみたんですけど、まあさすがにちょっときついっすね。まあ足遅すぎるし、ポジションもキャムしかないから、トップ下で、まあスルーパス出させるっていうだけの役割だったらやれるとは思うけど、ちょっと足遅すぎたし、消化も良くなかったから、うん、普通に強くないと思います。スタミナが71っていうのも気になるし、選手としてはめっちゃ好きなんだけどね。まあ、ちょっとさすがに弱いと思います。続いてジェラードですね。まあ、これも大当たりというか、もう当たりの部類でいいと思います。ハムシクみたいな感じだね。能力的には。まあ、33っていうところはね、ちょっとハムシクと違って気になるところではあるんですけど、まあ、プレイスタイルもね、パワーショットプラスついてて、で、強パス、スルーパス、ロブタツあるんで、で、そこがめちゃくちゃいいね。で、能力も、まあ、守備できるし、もうほんとハムシクだね。33の、ちょっとシュートさらに上手くしたハムシクみたいな使い方すればいいんじゃないかなとは思います。さすがに、まあ値段の通り、ハムシクよりはちょっと弱いとは思うんですけど、十分やれると思います。プレイスタイル的にも、今作に非常に合ってる選手かなとは思うので、うん、普通に当たりだと思います。まあちょっとコップとしては、ジェラードが結構評価されてるのは、嬉しいところです。続いてはシェバですね。まあ、この選手もまあ値段通りの強さはあるんじゃないかなとは思いますね。普通にアドバンスフォワードプラスプラスですし、まあ、ペースも、まあ、ちょっとそんなにめちゃくちゃ速いわけじゃないけど、まあ、ラピッドがついてるんでね、まあ、最低限の速さあると思いますし、で、フィネスも打てて、パワーショットも打てるっていうところで、まあ、まずパワーショットがついてる時点で強いって思っちゃっていいと思います。まあ、ドリブルの重さとかあるんですけど、まあ、ひたすらこの選手も、イアンライトとかそういった選手と同じように、もう抜け出させてパワーショットみたいな感じなんで、まあ、ルーニーの、介護官みたいな感じかな。能力的には。まあ、そういった使い方をしてあげれば一番いいと思いますので。パスとかは下手なんでね、その辺は気にしてあげた方がいいと思うんですけど。まあ、全然ありようはあるかなっていうような印象です。続いてリオですね。まあ、この選手はもう申し分なく大当たりだと思います。まあ、ロールもね、ディフェンダープラスプラスですし、ペースもしっかりあって、守備力は申し分ないです。何よりプレイスタイルがね、予測プラスと、ジョッキーとブルーザーとか、まあ、エアリアルもついてるんで、もうめちゃくちゃ強いね、これは。サリバの超上位互換みたいな感じで使えると思います。エアリアランのでかいね。で、ブルーザーもあるからね。うん。普通に、サリバの上位互換って考えたら、この値段も、まあ、納得だし、うん、めちゃくちゃ強いと思います。なんなら、一番、ファンダイクの次に強いんじゃないかな。対人だったら一番強いんじゃないかな、センターバックで。ファンダイクよりも予測プラスだからね、強いと思うし。うん、今だと多分全 CB の中でも対人だったら一番強いと思います。大当たりだと思います。続いてネドベドですね。まあ、この選手は全然やれるかなとは思いますね。逆足5ですし、まあ、キャムで置いてあげてプレイメーカープラスで使ってあげれば全然やれると思います。サイドハーフだとね、ちょっとドリブルの重さとか硬さは気になっちゃうと思うんで、トップ下起用でね。まあ、ほんとシュート値高いし、パス値も高いし、逆足5なんで、全然やれると思います。普通に当たりだね、これは。まあ、パワーショットも打てるし、まあ、ラピッドとかはどうなんだって感じですけど、結構走らせて使わせるのがいいんかな。普通にトップ下で、どんどん走らせて、裏抜けさせて、パワーショット狙うみたいな感じで。まあ、容赦なしもあるし、スタミナもね、88と高いんで、1試合通して使えると思いますし、まあ、30万以上の価値はあるんじゃないかな。普通になんか、こんな安いんだって感じですけど、全然やれると思いますね。普通に強いと。思います。続いて、応援ですね。まあ、これも強いっすね。てかもう今年なんか強いってすごい言われてますね。で、実際相手にいたらめっちゃ強いんで、まあ普通に当たりだと思います。まあ点取りはプラスプラスっていうのもそうですし、まあペースしっかりあってシュートめっちゃ上手くて、でドリブルもできるっていうところで、まあこれがあれだね、イアンライトの上位互換みたいな感じだね。こっちの方が軽いし、足の速さもあると思うから。で、まあプレスタイルも、クイックステップとラビットがあってっていうところで、で、フィネスも打てるっていうところで、ほんとイアンライトの上位互換だね、これ完全に。うん、普通になんか応援は使用感いいって話もよく聞きますし、うん、相手に疲れてもうざいんで、うん、めっちゃ強いと思います。まあ大当たりっていうか、まあこの値段通りだなっていう感じです。普通に、強いと思います。続いてデサイですね。まあこれも普通にやれると思います。やれるっていうか、まあ普通に大当たりでいいと思います。まあ普通にロールもディフェンダープラスプラスですし、まあペースもしっかりあるし、まあ守備値も足りてるし、まあ気になるのがちょっと身長が185しかないっていうところとか気になるけど、まあやりやるしっかりついてるし、まあ予測もあるし、ブルーザーもあるし、うん、申し分ないと思います。で、デザインめちゃくちゃ体でかいしね。うん。まあリオよりもちょっと弱いとは思うけど、
まあでも全然能力的にはめちゃくちゃ強いし、フランスのセンターバックっていうところでケミ合わせもいいですし、まあさすがにボランチで使うのはないけど、センターバックで使ってあげれば、まあ全然やれると思います。はい、ということで次はベッカムですね。まあこの値段の価値はさすがにないと思うけど、まあ当たりの部類にはなるかと思います。まあ気になるのはやっぱ逆足さんっていうのがちょっと気になっちゃったっていうところですね。まあであと中盤として置くと思うから、さすがにサイドハーフとしてはドリブルの重さとかペースの速さ気になると思うから、まあ3センターの一角で使うのがベストだとは思うんですけど、まあパスめちゃくちゃうまかったりするんですけど、ちょっと守備位置が足りなかったりするんで、この辺が気になるね。プレイスタイルは優秀でね。まあ、スルーパスついてたら色2つあるし、ちょっと大胆な、まあ、確かむずいな、これ。まあ、どっちかだよね。もうどっちもつけろって感じですけど、ベッカムだったら。まあ、普通に相手にして CM で置けばうざいかなとは思いますね。3CM の一角が絶対いいと思います。2ボラだと、ちょっと守備力足りないし、サイドハーフだと、ドリブル力だったり、ペースが足りないんで。まあ、ほんと 3CM の一角だったら全然やれないことはないかなと思います。逆足がちょっと3なんでね、そこだけが、気になるところかなとは思います。はい、ということで次はスコールズですね。まあ、これはね、スルーパスプラスなんだけど、ちょっとやれないかなって感じです。まあ、理由はちょっとペースが遅すぎるのと、ドリブル値低いね。ちょっとかなり使用感悪そうだし、ツーバラで置くとしたらちょっと守備値足りないし、トップ下だとドリブル重いしっていうところで、もうほんとワンタッチワンタッチで叩くことだけ意識する使い方すればやれると思います。まあ、出来高もついてるし、ロブタツもついてるんで、もうこの選手で絶対ドリブルはしないっていうような意識をすれば、まあ、やれるとは思うけど、さすがにちょっときついかな。うん、きついんじゃないかなとは思っております。はい、続いてトゥラムですね。まあ、これは大当たりと言っていいでしょう。サイドバックとしてもセンターバックとしてもどっちでもいいと思います。個人的にはセンターバックの方がいいかな。まあ、理由はまあ、ペース88っていうのが、今の時期だとめちゃくちゃ早い部類になりますし、で、守備位置とね、あのフィジカル値は申し分ないし、で、プレスタイルも超優秀で、まあ予測、ジョッキー、ブルーザー、しかもエアリアルもあるっていうことで、まあセンターバックでやれると思いますね。182っていうところが気になるところですけど、まあセンターバックで使って、ちょっと身長とかが気になったら、まあサイバでもって感じですけど、まあどっちでもいいと思います。フルバックプラスっていうのもなかなかない特権だし、うん、まあ普通に大当たりです。続いてピチョンですね。まあこの選手はちょっと弱いかなとは思いますね。まあ44はいいんだけど、まあロールもアドバンスフォワードプラスプラスであるんですけど、まあそんなに足が速くないっていうところと、まあプレイスタイルもちょっとクイックステップラピッド系がないんで、そんなに足は速くないかなっていうところですね。であとアクロバティックプラスがそんなに強くないから。ここがちょっとマイナス点だね。まあトラッパーあったりね、フィネスあったりテクニカルフレアは結構でかいんで、まあ別に弱くはないけど、ちょっと使い道が難しそうだなって印象を受けてます。なんか3、これだったら正直イアンライタとかの方がなんか使い道楽だし、なんか使いやすそうって印象はあります。まあ能力が結構いいんで、やれないことはないとは思うけど、まあそんなにこの値段の価値はないんじゃないかなって印象は受けちゃいましたね。はい、ってことで、ラスト、ベイルです。はい、最強です。めちゃくちゃ強いです。もう、本当に大当たり。ビエラとかと並ぶレベルで、もう本当に大当たりだと思います。まあ、逆足さんっていうのは気になりますけど、左利きの ST って時点強いですし、まあ、レンタル持ってるんでね、もう多分レンタル使ってる人も結構いるんじゃないかな。もうめちゃくちゃ強いんで、ベイル。本当に、やばいっす、こいつ。本当に足速い。で、まあ、ST で置いてるけど、まあ普通にどっちでもウィングで使ってあげても、まあもうどこでもいいと思います、本当に。もうペースめっちゃ速いし、シュートめっちゃうまいし、まあパスがね、やっぱ逆足さんなんで気になるけど、まあまあそういう使い方じゃないんで、もうベールはとりあえず走らせて、もうどんどんシュート打つみたいな、どんどんヘディングさせるみたいな使い方なんで、もう普通にそういう使い方すればいいと思います。まあちょっとドリブルは重さは感じるかな、さすがに。ドリブル値90とはいえど。まあプレースタイルもね、あのラピッドプラスにクイックステップあって、で、エアリアルもあるっていうことで、はでかいね。で、フィネスも打てるっていうところで。まあ、ベイルは大当たりです。めちゃくちゃ強いです。多分みんなも使ってるから分かってると思うけど。まあ、めっちゃ強いんで、当たったらもうめちゃくちゃ大喜びしましょう。はい。ってことで、まあ、以上になります。ちょっと長い動画というか、まあ、ちょっと雑な選手もいたと思うんですけど、ちょっと49人だったんで、ちょっと許してください。ということでね、多分皆さんもあのアイコンね、引いていると思いますので、まあ、自分がね、参考にした、例えばライトとかね、うわ、外れだーって思った人も結構いると思うんですけど、多分使ってみたら結構強いと思うんで、ぜひ参考にしてみてください。ということで今回は以上になります。よければね、最後にチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。